心境になれないとか、そういうことがあると思うんですが。私はそうですね、ニャロさんの話を聞いて自分のことを思い出していたんですけれども、亡くなった父、孤独死をした父の、その亡くなった部屋がお部屋だったんですよ。で、タバコを父は吸う人で、よく火事になりませんでしたねって、後で警察の方が実況見分というか、見に来た時に言われたそうなんです。で、私が今ここで一人暮らしなんですけれども、孤独死をしたら父と同じ状況になるなと思って、なんだか父の二の舞をしているような自虐的な気持ちというのが、なんだかそれこそぼそっとつぶやきたい気持ちです。知らず知らずのうちにお父様と同じような人生になっているということですかね。はい。